はい、どうもメッスです。月曜日ということでね、あのタイトルサムネの通り、このね激アツ、超激アツガチャがもう久々にね、もう誰しもがもう全てのユーザーがね、もう激アツだって言えるねガチャが来ましたね。ということで、まあ早速引いていこうかとは思うんですけれども、ちょっとですね、ちょっとだけ時間いただいてもいいですかね。皆さんね、ご存知かとは思うんですけれども、この度メスチャンネル、チャンネル登録者数20万人いきました。ありがとうございます。いやー、昨日ね、まあカウントダウンライブみたいな感じでやって、まあ大勢のね、あの視聴者の方と、あとね、急に声かけてもね、結構いろんなね、ウイレ配信者の人集まっていただいて、まあ本当にね、嬉しい一日となりました。で、まあね、一応その登録者ね、どれぐらいに達成したかっていうのをねメモってて、1000人達成したのがね、だいたい5年前なんですよね。はい。で、10万人達成したのが2年前。うん、甘くないね。10万人いった時は正直もうちょっと早くね、20万いくかなってぶっちゃけ思ってました。まあ油断してたわけじゃないんだけど、結構な勢いで伸びてたんで、まあ、20万人いくかなと思ってたんですけど、まあ、皆さんご存知の通りね、まあ、やっぱ5年もやってるとね、なかなかこう急激にドーンって伸びることは今のところね、なくてですね、まあ、とんでもない勢いでね、伸びてる某下ネタね、言語チャンネルとかいますけど、まあまあまあ、一応ね、まあ一時期登録者ぶっちゃけまああんまり伸びなかった時期ありまして、結構ね、チャンネルの方針とか迷走した時期ありましたけど、まあね、誰を追い抜いたとか、追い抜かれたとか、まあ結構ね、そういうの気にしだすと疲れるんすよね。そういうのは、まあどうでもよくはないけど、まあ一旦置いといて、結局ね、俺が、まあ面白いと思えることを、まあ俺がね、楽しいと思える、まあめちゃくちゃね、まあくったらね、動画を上げて、まあそれ見てね、ちょっとでもね、笑ってくれる人がいればいいかなっていうことで、これからもね、続けていければいいかなと思います。まあ要は、楽しむ。でね、ツイッターの方でも話しましたけど、次の目標は地元生まれ故郷の松本市の人口。今現在ですね、松本市が237,495人ということで、まあその人数を超す。おい、松本市、おい、人口増やさないと追い抜かす、おい。他の実況者との登録者数は気にしないけど、おい、松本氏、お前は追い抜くからな。おい、ハーランドですね。もうホーランド、ハーランド、もうホーランドやっと来てよね、待望の。一回あったよね、なんかさ、ホーランドが対象のガチャでなんかハットトリックだかしたのに出なかったことあったよね。いや、もうやっと来たね、待望のホーランド。まあもうノーマルでもガチスカに入れてるような人が多数いる中での FP 初登場ということで、もう、もう言わなくてもいいでしょ。もう最強です。はい。やばいです。もう間違いなくガチっすか。はい。で、まあ、強い選手いっぱいいるんですけど、NDD とかね。ファティとか、まあ、サンチョとかね、いるんですが、フォファーナ。フォファーナも強いよね。まあ、なので、ちょっとね、ホーランドもそうだし、フォファーナもそうだし、レベル上げね、まあ、ヤングスターということもあって、レベル上げ大変な選手多いので、もうがっつりちょっと50連ぐらい回しちゃおうかな。はい、50連回して、まあ途中途中ね、フォファナが当たったタイミングとか、ホーランド当たったタイミングでちょっとね、それ以外はもうバンバンカットでいこうかなと思います。で、アプリの方もちょっとついでに引いていきます。で、試合はごめんなさい、ちょっと今日はね行きませんが、まあそんな感じでアプリと PS4 でコンプリート、このヤングスターセレクションだっけ。ちょっと名前把握しない。ヤングスターチョイスか。はい、いきます。ヤングスターファ。さあ、まずはしょっぱな1回目。さあ、いきなりホーランド。てか、もうホーランドはどんだけ被ってもいいよ、ぶっちゃけ。どんだけ被ってもいいです。はい、1発目。おお、これはあれだね、エンディディかな多分。はい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 、エンディディだね。はい、オッケー、飛ばしましょう。フォファー、あ、あ、
フォファナでした、一発目。はい、ナイス。あ、これホーランドか、これか。あ、無所属か。あー、これだね、ホーランド。あー、来ました、ホーランド。何年目だろう。え、何年目だ、多分10年前後かな。おーい、ナイス、ハーランド、ホーランド、ナイス。あー、早く使いて。ごめん、俺さ、ごめんなさい、ちょっと今気づいたんだけど、見間違いかなと思ったけどさ、え、これ何、え、なん、え、なんかあったっけ、告知。なんかレベル30なんだけど、え、なんすかこれ。え、何、こうなったの、俺初めて知ったんだけど。え、なにこれ、なんかありましたっけこんな話。え、やばい、超楽じゃん、育成。これ待って、50連回す必要あったか。はい、ということで、とりあえずね、50連しました。こんな感じですね。ホーランドは結局ね、4か5。で、フォファナがね、なんかめちゃくちゃ当たってるんよね。うん。フォファナはなんかレベマいけそうだけど、ホーランドはなんかレベマきつそうだね。まあ、いろいろね、ノーマルとかあるんで、まあまあまあ、ちょっと、ここにいる、とりあえず被ってる、フォファナと、ホーランドだけちょっと、育成ぶっこんで、まあ、後々ね、上がりきらなかった分は、ちょっとまた、撮影外で、はい、やろうかと思います。とりあえず入れちゃおっかな。さあ、ということで、まずはフォファナ。さあ、育成、ドン！おお、もう、すんげえ入ってる。30万だって。え、これいったっしょ？いったよね？うん？おー、レベマナイス。一発レベマ。さあ、続いて、ホーランド。ここがな、3人じゃちょっときつそうだよね。まあ、ちょっととりあえず入れてみるか。さあ、どう？おお、20万ナイス、爆発した。いやー、微妙に届かないか。まあまあまあ、ここのね、残りのレベルは、まあまた撮影外で上げていきます。ということで、次はアプリの方、ドン。ポーランドが、まあ何年目で当たるか、そして、何人当たるか、やっていきましょう。アプリの方、ガチャスタート。さあ、一発目で来てもいいよ。一発目でポーランドでも、おお、え、まさかの一発目じゃないこれ。来たでしょ。うわぁ、もう、使えと言ってる、コナミさんが。コナミさんが、ホーランドを使えと言ってくれて、一発ゲット。さあ、もうこれ絶対でいいか。いや、一応引きますか。はい。え、これさ、待って。あ、なるほど。あ、アプリの方はレベル1からなんだ。え？PS4 の育成が大変大変って俺がめちゃくちゃ言いまくったおかげで PS4 の育成がちょっと楽になった説。いや、ないか。いや、でもみんなのやっぱりこういう声が届いてるってことですよね。いや、嬉しい嬉しい。よし、とりあえず50年いきます。はい、はい、ということで、計算が間違ってなければ50連しました。はい、で、ホーランドがね、結局6人かな。まあ、結構当たりましたね。はい、で、まあ、被ってるね、ホーランドをとりあえず最後、育成に当てて、終わりたいと思います。まあ、レベルマックスいかなくても、まあ、後々上げるんで、はい。ということで、ちょっと育成トレーナーにしていこう。いやー、でさ、ごめんなさい、ちょっと言うの忘れてたんですけど、見てない方はね、ぜひ、見ていただきたいと思うんですけど、昨日ですね、冒頭でもお話しした通り、まあ、いろんな配信者の人とね、ウィリやったんですけど、一平ちゃん、レート1900の、まあ、ちょっとね、1800後半だったけど、まあ、レート1900をね、到達した一平ちゃん、アプリの猛者のね、一平ちゃんと戦ったんすよ。いや、マジでね、最近俺本当にアプリ結構頑張ってて、まあ、割とね、ちょっとま、結果はね、ちょっとまあ、見てのお楽しみということで、また見てもらえればと思うんですけど、アーカイブね、残ってるんで、ぜひ、はい、見てください。メッスのね、アプリでの成長が多分ね、お見せできてると思うんで、さあ、ワンチャンレベマ行ってもいいよ。さあ、ホーランド、これをもう早く使いたいね。アプリの方でも PS4 の方でも、早く使いたい。いや、アプリもね、やっぱ、一時期やらなかったんですけど、お、待って、行くんじゃないこれ。あと9、8、7、6、5、4、微妙にいかない。